今日はステーブルディフュージョン3に関する動画となります。先日4月17日にスタビリティ AI がステーブルディフュージョン3の API を一般公開したんだよね。はい、現状はまだステーブルディフュージョン3に関するモデルファイルなどは公開されておらず、 API のみとなっています。近い将来にスタビリティ AI メンバーシップでモデルのウェイトを利用できるようにすることを目指していると、スタビリティ AI のページには書かれているね。ステーブルディフュージョンウェブ UI 環境などで利用するにはもう少し待つ必要がありそうですね。今日はステーブルディフュージョン3を早く試したい方に、 Google コラボを用いてサクッと試す方法についてご紹介していきます。サクッと試すためのコラボノートブックを作って公開してくださっている方がいるんだよね。はい、とてもありがたいですね。こちらのコラボノートブックを利用すれば、スタビリティ AI のステーブルディフュージョン3の API を用いて画像生成を試してみることができます。注意点としては、この API の利用は無料ではないんだよね。そうなんです、そこは注意が必要です。詳しくは後ほど話しますが、一応無料で使う方法もあるので、そちらも含めて解説していきますね。また今回の動画で紹介する方法は、Google コラボの優勝プランを利用している方しか利用できない方法になるかと思います。コラボでの画像生成は無料プランだと規制されているんだよね。そうなんですよね。もしコラボを利用していない方は、別途コンフィ UI を利用した方法などがありそうなので、関連するリンクを概要欄に貼っておきます。ステーブルディフュージョン3を試すためのカスタムノードがすでに出ているんだね。まずはステーブルディフュージョン3の概要について説明していきます。ステーブルディフュージョン3は人間の思考評価に基づいて、ダリ3やミッドジャーニー V6 などのテキスト画像生成システムをタイポグラフィとプロンプトの忠実性において上回っていると説明されています。これってつまり、プロンプトから作成できる画像の質がアップしたということと、文字とかを画像内に記入する際のクオリティが上がったということ。そういうことですね。要は今までのモデルよりもパワーアップしていると捉えてしまっても良いでしょう。内部的には新しいアーキテクチャを採用しており、画像表現と言語表現に別々のウェイトセットを使用することで、ステーブルディフュージョンの旧バージョンと比較してテキスト理解とスペリング機能が向上しているようです。現在は先ほども話したように API のみでの提供となっていますが、近い将来にスタビリティ AI メンバーシップの方向けにモデルのウェイトを利用できるようにすることを目指しているとのことです。他にはステーブルディフュージョン3を搭載したステーブルアシスタントベータの早期リリースに参加するユーザーも現在限定数募集しているようです。ステーブルアシスタントベータって何？これはスタビリティ AI が開発した最新のテキスト画像生成技術を搭載したチャットボットとのことです。ページ URL を概要欄にも貼っておくので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。なるほどね。ひとまずの概要は理解したよ。早くこのステーブルディフュージョン3を試してみたいな。では、早速試していきましょうか。では、ステーブルディフュージョン3の試し方ですが、気軽に Google コラボで試せるようにコラボノートブックを作成してくださった方がいます。今日はこちらのコラボノートブックで動かす形だね。はい、現時点だと他にはコンフィ UI で試す方法などもあるようですが、今回はそちらは扱いません。ちなみにステーブルディフュージョン3を試すのは無料じゃないと最初に言っていたけど。はい、そうなんです。現時点ではステーブルディフュージョン3の API は無料ではなく、課金して入手できるクレジットを消費して利用します。最初に無料で使う方法もあると言っていたけど、それはどんな方法なの？これはスタビリティ AI のアカウントをまだ作っていない人限定になるのですが、どうやらこちらのサイトの情報によると、スタビリティ AI で API を利用するためにアカウント作成時に Google アカウントで作ると、 API を利用する際に消費されるクレジットが25クレジット分付与されるようです。お試し用クレジットという形なのかな？そういう形だと思います。この25クレジット分でどれぐらい画像生成できるの？スタビリティ AI のプライシングのページを見ると、1回で 6.5 クレジット消費すると書かれていますね。という
ということは、え、3回しか生成できないの？そういうことになりますね。ちなみに私が試したところ、3回以上生成できました。え、なんで？それが私もわからないんです。クレジットが足りなくなったらエラーが出るかと思って気にせず実行していたのですが、持っているクレジットが0を下回っても生成できてしまい、私のアカウントページの表示は今マイナス表記になっています。そうなんだ。大丈夫かな？ちょっと心配ですよね。私もこれに気づいてから利用をやめています。あ、ちなみにこのクレジットを購入すれば、さらに API 自体は使えるので、ステーブルディフュージョン3でたくさん画像を生成してみたい方は、クレジットを購入してみてくださいね。で、実際の試し方だけど。はい。まずはスタビリティ AI のデベロッパープラットフォームにアクセスします。URL は概要欄にも載せておきますね。そしたらログインボタンを押します。そしてこちらのリンクをクリックすることでサインアップができます。最初にも話したように私は Google アカウント連携をしてアカウントを作成しています。次に API キーの取得のためのページを開きます。こちらも概要欄に載せておきました。アクセスすると勝手に API キーが作成されていたのでこちらをコピーしておきます。次にコラボノートブックを開きます。こちらのリンクも概要欄に載せさせてもらいました。コラボノートブック自体は非常にわかりやすい構造になっており、上から順に実行していくだけです。途中に API キーを入力する箇所があるんだね。はい。そこで先ほどコピーした API キーを入力してエンターを押してください。エンターを押したら、そのまま次のコードセルを実行していけばいいんだよね。そうです。そして下まで来ると、プロンプトや画面サイズを入力する箇所が出てきます。あとはここに生成したい画像を入力して実行ボタンを押せば API を利用してステーブルディフュージョン3で画像生成できますよ。おお、簡単に試せるんだね。というわけで今日はステーブルディフュージョン3をサクッと試す方法についてご紹介しました。ちなみに実際に作成してみた画像を裏では流しています。あまり数は試せていませんが、手元のプロンプトでいくつか試していますが、かなり綺麗な画像は生成できています。いいね。これは様々なスタイルやシチュエーションを指定していろいろと試してみたいね。そうですね。では最後にチャンネルの宣伝です。こちらのチャンネルでは今回のように画像生成 AI 関連のことや AI 実写化に関する動画を作成しています。面白いと思ったらチャンネル登録やいいねを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。